どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ハワイの、モアナッサ、フライダー、ウェスティンっていうホテルの前に来ております。見た目がすごいですよね。すごいかっこいいで、本日はですねこちらに、一泊お世話になるんですけども、もうねチェックイン開始の4時を過ぎておりますので、チェックインの方をねしていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。それではね、ホテルの前のビーチに来ました。残念ながらね、チェックインできるかと思ったらまだ部屋の準備ができてないということですので、チェックインはまだできないということで今待っているところであります。でラウンジもね利用できるんですけども、今回ね待たしてしまってということで、見えますでしょうか、こちらをね飲み物クーポンいただきました。まあ、こちらはね、バーなのでね飲み物として、クーポンとして利用できるそうです。まあね、このビーチでもちょっとゆっくりしながら待ちたいと思います。それにしてもむちゃくちゃ綺麗ですね。これがハワイをみんなが魅了する理由なんですかね。すごい。それではね、部屋の準備ができるまでねラウンジの方で、軽く待ちたいと思います。ラウンジは1階にあって、ビーチクラブこんな感じとなっております。でこちらが営業時間ですね。でご購入希望のお客様ということなんで、こちらはねまあほとんどのホテルできると思うんですけども、ラウンジアクセスはね有料でつけることもできるそうですね。それでは行ってみたいと思います。モアナサーフライダーのエレベーターです。エレベーターはねちょっとなんていうんですか、三菱製なんですけども、ちょっと古いと言ったらなんですけども、それではね部屋の方に案内していただきました。今回は561号室です。それでは行ってみます。それでは中に入ってきました。おや、これはもしかしたらもしかする感じかもしれないですね。広すぎじゃないですかこれ。まず部屋の方を見ましょうか。こんな感じとなっております。ソファールームが別にありますね。またテレビが LG で YouTube 等が対応しております。でここにコーヒーマシンがありますね。でこっちがベッドルームです。いやすごい広い。これはもしかしたらスイートルームかもしれないですね。ちょっと後で調べて字幕出しておきたいと思います。そしておっとオーシャンビューってやつですね。いやーこれはすごい。
で、ここにねお水があって、こっちにシャワーブースがあります。お手洗いですね。向こうにもあった気がしますね。もしかしたら2つあるのかもしれないですね。アメニティはこんな感じです。まあ、最低限っていう感じですね。で、中にもよいしょ、こんな感じであります。で、シャワーはこんな感じで、バスタブはない感じですね。で、この下に物が入れれるようになってますね。で、ここに冷蔵庫、よいしょ、あ、ここは持ち込み用の冷蔵庫があるんですね。素晴らしい。あと、ここは何も入ってないですね。で、ここがガウンとアイロン台等々が入っております。で、やはりもう一個ね、バスルームがあるんですね。二つバスルームがありますね。さすが、多分こちらはスイートルームかもしれないですね。これはありがたいですね。すごいですね。ソファールームまでありますね。それではね、今回この部屋に一泊なんですけども、宿泊させていただきたいと思います。いや、これすごいですね。一気にテンションが上がりましたね。それでは今夜一泊ちょっと楽しみたいと思っております。今ね、ホテルの地下1階に来てるんですけども、洗濯機もねこのホテルはあります。いいですね。家族連れにはたまらないこの設備ですね。こんな感じで並んでいて、こちらで洗剤も買えます。で、両替機もあったりして、まあカードが使えるんですけどね。で、待合場所もねついてます。今ね、ちょうどカクテルタイムが始まりましたので、こんな感じで撮りました。ちょっとね、味噌汁、キムチ、枝豆ということで、まあ、これからね、こちら来られる方に、もしね、美味しいかどうかをね、伝えられるように撮りました。っていうのは冗談で、ただ先に食べたかったから撮りました。それではいただきます。で、ね、ちゃんと箸もあるんですよね。で、この今カクテルタイムがちょうど5時から8時だったかな。で、利用できるんですけども、やはりね、どこもそうだと思うんですけど、ラウンジって前の人が扉開けてくれてたりすると、まあ、入れたりしちゃうじゃないですか。っていうのを防止するためだと思うんですけど、入ったらね、部屋の番号を聞かれますので、
そこでもし不正で入ってるような人はね、後からお金取られちゃうみたいな感じで、結構ねきっちりしてるみたいなんで気をつけてくださいね。まあそんなことする人いないと思うんですけどね。味噌汁いただきます。結論言っていいですか？すごい美味しい。もう具はね、もう決められてるわかめと豆腐とネギだけなんですけども、まあ、これもね自分で何ですか入れて、まあ、味噌汁のスープを、ね、入れるみたいな感じなんで、まあ、いい意味でもね好きなだけ入れれるんで。先日ニュージーランドの空港で味噌スープあったんですけど、むちゃくちゃ薄かったんで、それにまあ美味しくないわけじゃないんですけど、やっぱりある程度ね味がする方がいいですよね。枝豆みたいな。でこの枝豆もこれ今剥いたサラダ感覚のやつをいただいてるんですけども、ちゃんとなんか炒められてる感じが一瞬した気がするんですけど、まあ普通の枝豆もあります。あとねキムチですよ、キムチでね、あとご飯とかも普通にあるんでね、キムチ、ご飯、味噌汁みたいなの作れちゃうっていうね。キムチも普通に美味しいですね。安いな。やっぱりここまで日本食が充実してるといいですね。なんか長くね、1週間とか2週間とか海外行ってて日本食食べたいってここにいたらならないですからね、うん、ハムも美味しいです。これレタスだと思うんですね。こちらも美味しいです。このレタス、キムチとねこのお味噌汁のクオリティの高さでちょっとびっくりしてますね。おそらくこれはね明日の朝食にも出ると思うんですけど、ここまで美味しかったらいいですね。ちょっと私ニューヨークの、グランドセントラルのウェスティンに行ってからちょっとねウェスティン恐怖症になったんですけど、ね、ちょっとここで対応もすごくいいんで一気に株がガガッと上がりましたね。それではね、まあ、こちら私本日の夕飯代わりにしようと思ってんで、まあ、サクッと食べてまたちょっと出かけられたら夕日とかも見たいんで出かけたいと思います。それでは朝になりました。おはようございます。これからね朝食が、今回ラウンジでいただけるということなんで食べに行きたいと思います。ちょっとねまだ角度の違うところからのハワイの海です。むちゃくちゃ綺麗ですね。それでは朝食食べに行きたいと思います。
それでは朝食会場に来ました。コーヒーを一緒にねいただいております。それではいただきます。珍しくワッフルなんて取ってみたりしてました。美味しいですね。スクランブル、これはあのケチャップを入れた方が美味しいですね。人参です。美味しい。チャチャ入ります。昨日の、カクテルタイムと同様ですね、朝食の時間帯も、部屋番号をねチェックしておりますね。コーヒーもうまいです。ちょっとね洋服の計算を間違えてしまって、昨日と同じ服なんですよあれ一着足りないと思う。まあいいかと思って、そんなに汗もこっち来てあのホテル来てからね着替えたんで、あんまり汗もかいてないんでいいかなと。この海外ラウンジあるあるですけど、このラウンジもまあまあそこまでじゃないですけど、まあちょっと寒いぐらいなんで、ちょっと一枚羽織るものがあってもいいかもしれないですね。ずっといると結構冷えそうです。それではね今日、チェックアウトなので、ちょっとね部屋の片付け等々して、ちょっとゆっくりしてからチェックアウトしたいと思います。ウェスティンの、フィットネスセンターに来ています。それではね3時半になりました。そろそろチェックアウトしていきたいと思います。このねスイートルームともお別れの時間となりました。いやー最高ですね。ありがたいです。それではねチェックアウトねしていきたいと思います。それではねチェックアウトいたしました。今回はモアナ、サーフライダーウェストですね、立泊利用させていただきました。今回はね、マリオットボンボイプラチナパワーのおかげで、なんとスイートルームにねちょっとね料金をこすいことに調べたんですね。1泊700ドルの部屋に、無料でねアップグレードしていただきました。いやすごかったですね。で、スイートルームプラスオーシャンビューという部屋に、ね、今回はアップグレードしていただきました。で、マリオットボンボイの、ね、特典としましては、ラウンジのアクセス無料ストレートチェックアウトも、ね、午後4時まで利用させていただきました。いや本当に良かったですね。でこのホテルは難点なのがちょっとねやはり観光地なんで、まあ、店員さんの対応はね、人によって結構良かったり悪かったり結構様々でしたね。ひどい店員さんもちょっといましたね残念ながら。今回はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私、Twitter ブログもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。今回はねモアナサーフライダーウェスティンにね一泊、宿泊してみたという動画でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。